頃は踊る千の丸の皆さんご機嫌いかがですか。次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はバチルス菌で害虫が消える有機ジャス適合殺虫剤を使ってみました。虫が苦手な方は閲覧注意です。最後の方にえぐいのが出てきますのでね、秋になり越冬のために繁殖するのかやたらと害虫が増えて困ります。特にね、刃物類にはねこんなナメクジ系みたいなんもやってくるしですね、殺虫剤農薬ですな。まあわし気になってたんですよ。でもねその一歩が踏み出せず躊躇していました。しかし今回は農水省登録の農薬使いますが、化学合成農薬と違い有機農法適用です。有機ジャス適合の農薬がございます。BT 剤使ってますっていうコメントをいただきましてですね、有機農法有機ジャス適合ならわしもねこれやったら良いだろうとね、なんか背中を押していただいたような気分になり、この BT 剤っていうのはバチルス菌のことなんですか。 BT 水和剤書いてますね。バチルス菌の天然自然殺虫やってみます。このバチルス菌っていうのは納豆菌の仲間ですね。バチルス菌は土中水中特に植物の根周りさまざまな環境に存在する細菌の一群のことでございます。バチルス菌は食品や農業医療などね、多くの分野で利用されている重要な微生物なのです。バチルス菌のね基本的な特徴でございますけれども、バチルス菌は棒のような形をしたねこんな細菌でございますね。通常は単独または連鎖状に並んでいます。自然界に普通に存在する細菌の一種、枯草菌とも呼ばれてます。まあ、納豆菌も枯草菌と呼ばれてるんですけどね。バチルス菌の方がは熱乾燥紫外線など生命活動にですね、悪環境に対して耐性があり極めて耐久力が高いのです。バチルス菌は殺虫性タンパク質を持っております。昆虫のですね、消化系に作用して特定の害虫を成仏させちゃうわけですね。ところが人や家畜、鳥などね、ペットとかにも影響はありません。このタンパク質が、自然生物農薬の主成分でございます。バイオ農薬や土壌改良剤としても利用されています。害虫や、植物、病原菌を抑制する一方ですね、成長を助ける効果がありましてですね、持続可能な農業において非常に重要な存在なわけですね。発酵食品では納豆とかね味噌とか醤油など伝統的なね、食品の製造過程で使用され、植物の栄養価や風味を高めています。またね医療の分野でもねこれは活躍しておりましてですね、一部のバチルス菌は抗菌ペプチドっていうのをですね酸性脂ですね抗生物質の製造なんかにも利用されているわけですね。すごいですね。バチルス菌は土壌や有機物を分解いたします。土壌養分を循環させる働きも持っているわけですね。これがまた嬉しい作用でもあるわけです。秋は、害虫が最後の一花をね一頑張りしよる季節でございますよ。産卵し、孵化した幼虫が我が物顔で畑をバッコいたします。つまんでももうとっても追いつきません。そこで、今回はこのお薬の力を頼ることにいたしました。農水省登録農薬第196165でございます。農薬といっても化学合成薬品ではありませんよ。有機農法有機ジャス適合でございます。微生物由来の天然成分を使用した殺虫剤で特に食害性の害幼虫に対して期待できます。このゼンターリっていうんですけどね、この顆粒水和剤の有効主成分は土壌に存在する細菌でございます。この菌は害幼虫に特異的な毒素を生成します。
幼虫ですね、幼虫がこれを食べるとですね、毒素が、腸内で腸壁を破壊し、で、まあ、成仏してしまうということなんですね。栽培中の野菜を食害する害虫に非常に有効です。主に腸目蛾類の幼虫をね、退治できるわけです。コナガ、ヨト、メイガ、ハマキガなどに有効です。野菜、果樹、お花などね、幅広い作物に使えます。微生物由来の成分を利用しておりますのでですね、環境負荷が低いのも特徴ですね。ですので、人体やペットで、また天敵や益虫に対しては毒性が低く、有機ジャス適合農薬に対してね、神経質になる人とかね、農薬っていう人とか、有機農業を実践する農家にも適しています。化学合成農薬と違い、 BT 菌は害虫の耐性がつきにくく、長期間にわたって使用しても効き目が持続するのです。高温や強い紫外線により分解しやすいためですね、ギンギンに晴れた日とかね、そういうのは散布を避けて、夕方になってきたなとかね、今日は曇ってるなっていう日に使用するのが望ましいです。また用法用量ね、こうやって書いてあるんでね、これはちゃんと守って使います。水和剤ですので水に溶かして使うわけですね。で、希釈倍率ですけれども、このバイエル製薬のアプリですね、これですね、これ、農薬希釈くんです。ポチッポチッとしたら、ピッてしたら、これ農薬希釈くんね。で、1500倍にしますね。で、散布する量は4リットル入力します。ということは 2.6g のお薬が必要ですよっていう、出てきます。小数点2まで測れるポケットスケールですね、これ Amazon で699円とお安いということになっております。で、ここのボタンをポチッと押せば、この容器の分の重さが消えるわけですね。で、ここに、バチルス菌を投入。ちょっと入れすぎたので少し減らして 2.6 でしたか、 2.6 ですね、ちょうどですね、バッチリです。この袋はね、開けっぱなしで、チャックがついてないんでですね、ここをねしっかり何回か折り曲げてですね、ぎゅっとこう空気が入らんようにして、で、こんな可愛らしいクリップを使うといいと思いますよ。このハリネズミくんみたいなね、こんなクリップね、こんなんで、しっかり止めて、これはなんかお猿さんですか、こういうのをね、しっかり止めて、でジップロックで密封しておきます。お菓子の乾燥剤なんか入れたら余計いいと思います。散布総量4リットルでしたよね、4リットルで計算しました。この蓄圧スプレーもですね、Amazon で、1288円でしたかね。これまた大きすぎず小さすぎず程よいサイズでございます。バチルス菌 2.6g 投入いたします。で、水入れてですね、4リットルね。で、ハンドルで圧をかけて、この虫食い穴が気になりだしたキャベツね、これどこにあるのか分かれへん、探しても分かれへんね。これ以前動画で紹介した白菜の、寝つき声でね、この、セットしたですね、 お庭の虫コロリですね、これなんか心なしか、聞いているようですね。でも念のためにね、バチルス菌散布しておきます。それでかじられやすい大根ですな。はい、こっちも黒いね、ちっちゃいのついてくる、この人参ね、虫、ちっちゃい黒い虫ついて、これ閲覧注意ですよ。いよいよやってきました、そのタイミングが。悪さするやつ見つけました。こいつにですね、この大量にね、ビヤーっとねぶっかけてやります。もうビヤーかけたらですね、嫌がって逃げ出しました。ちょっとね、様子観察してみましょうか。もうむっちゃ嫌がってますやん、むっちゃ逃げてるし。じゃあここでしつこくね、追い打ちかけてみます。こちらだとね、次第にね、動きが、止まっちゃいました。いや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 、これちょっとね、すごいかもしれませんよ。ということで、今回は
バチルス菌のねユギジャス適合農薬、無農薬栽培で頑張るのもいいことですけれども、まあ、これならねユギジャス適合なのでね、これなら頼ってみても良いのではないでしょうかと思います。ということで参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。